現代の韓国で尊敬される朝鮮の王の中で、22代王、長女という人がいますが、で、この王様は朝鮮後期の大王と呼ばれるほどとても人気なんです。そして、この人の人生を描いたドラマが、皆さんもご存知だと思いますが、イーサンというドラマがありますよね。 で、このイーサンというドラマは、大4の道というドラマの続編で、ストーリーはつながっています。つまり、演出した人が一緒なんですけれども、イーピョンフン監督の作品なんですよね。イーピョンフン監督はもう、モホジュン、チャングムの近い、ドギー、サンドなどで有名ですね。で、 この遺産なんですけれども、なんと視聴率が35.5%という2000年以降だったらもうとっても高い視聴率なんですけれども、韓国国内で大人気だったドラマですね。 特に王の本当のラブストーリー。つまり最初このドラマが公開された時には視聴者たちはまた朝鮮王朝のファンタジーローマンスドラマなのかという苦情が殺到しましたが、で、実際の記録で王様であるイザンとそしてイ・ソン氏が実際の恋愛をしたということで途中からすごく人気を得たドラマなんですね。 で、そのおかげで実際は60話だった予定が77話まで、そして特別編までやったら80話まで伸びることになりました。こういっった人気によって で韓国国内にもちょっと変化がありましたが、えー、このドラマの放送前まではチョンジョつまりイーさんは朝鮮後期の大王としてとっても強い王というイメージしかなかったけれどもこのドラマのおかげでそして歴史的な資料も公開されたということで実際恋愛を知っていてそして多分世界で唯一振られた王としてとても人間味があふれる王としてすごく人気を得ることになりました。 えー、ちなみにこの遺産と孫氏の恋愛に関しては以前のモゴモゴの動画をご覧くださいね。で、そのおかげで2007年受賞式では圧勝しました遺産役のイソジンさんが最優秀演技賞をもらってそしてイビン・ソン氏のハン・チミンさんが優秀演技賞をもらってそしてヨンジョ役のイ・スンジェ先生が黄金演技賞をもらって そして、本구경、ハンサンジンさんが新人延期賞をもらって、そして、子供遺産役のパクチビンさんも子役延期賞をもらうなど、2007年の受賞式は圧勝でしたね。 で、このドラマで実際演技をしていたら、イースンジェさんはイーサン役のイソジンさんが大好きだったらしくて、その後からはプライベートにもとっても親子みたいな関係を維持して、ーイースンジェさんがテレビの出演のお願いをされたら、必ずイソジンさんをおすすめするなど、とても仲良く過ごしているようですよね。私は仕事的に二人とも別々で会ったことあるんですけれども、まさに紳士そのものでしたね。 で、また別の話なんですけれども、本苦言役のハン・サンジンさんは、実際は遺産の前、もう俳優として未来が見えなくて、アメリカに移住して他の仕事を考えてたらしいですよ。ただ、この遺産のおかげで、売れるようになって、韓国で俳優を続けることになって、この遺産のおかげで俳優として成功したことになりますよね。 じゃあ簡単なストーリーとしては、イーサンとそのおじいちゃんである四女の間で、お父さんサドセジャの死のちょっとそういった葛藤がありまして、それを手伝ってくれていた子供の時の親友たちが大人になっても、その友情を維持してイーサンを手伝う。そしてその中で女性の孫子はイーサンと恋に落ちるけれども、 いろいろ危機もあったけれども結局最後は結局2人の愛は叶ったというストーリーですよね、まあ、簡単に言ったらこうなんですけれども約77話までするドラマなので実際深いストーリーなんですよ時間がある方はぜひご覧くださいねで全体的なストーリーは恋愛よりは イーサンという人物の成長に重みを置いているんですよ。なので、実際、監督も名前も、チョンジョではなくて、イーサンにした理由として、一人の人間としての王を描きたかったと言っていましたね。で、実際、日本にも NHK さんから DVD が発売されています。えー、とっても人気のドラマなので、ちょっと長いけれども、時間があったら、ぜひ購入して、またはレンタルしてご覧くださいね。 じゃあ今から実際ドラマと歴史の少し違う部分を紹介してみたいと思います。まず遺産の即位式なんですけれども、ドラマを見てみると、お,おじいちゃんである養生が亡くなって、その後養生の死によって即位するように描かれますけど、実際の記録によりますと、即位した後も養生は生きています。1年ぐらい遺産をサポートして1年後に亡くなりますね。 で、イーサンの王権の話なんですけれども、ドラマを見てみると、家臣とか、そして公式のお母さんなどの葛藤によって、かなり苦労する王として描かれますけれども、実際、先ほど言ったように、戦王のサポートもあったので、そしてその戦王の四女が、朝鮮後期かなり活躍した王だったので、王権は強かったんですよ。それを引き継いだのがこのイーサンなので、実際は王権も強い王でしたね。 次は、ソン・ヨンの名前ですが、ドラマでは、ソン・ン・ヨンになっていますよね。えー、実際、記録によりますと、名前は、ソン・トギンですよ。じゃあ、なんでこのドラマでは名前が違うかと言ったら、当時は、まだそこまで研究が進んでなくて、ただ、名字しかわからなかったみたいですね。ただ、この遺産のおかげで、研究が進んで、その後、実際の名前が、ソン・トギンということが分かったので、お遺産のリメイク作とも言える、最近のドラマでは、 ドラマそで袖先赤いクッドンではちゃんとトーキンと出ていますよね。わざとじゃなくて、その時は記録がなかったので、ソンソンヨンにしたということを覚えてくださいね。そして、ソンヨンがトワソのダモになるというストーリーもあったと思いますが、まずトワソというところは、風の絵師というところで詳しく見れますけれども、王族または国のために絵を描く画家たちの手段ですよね。 で、その中でまた、タモというのは、まあ、漢字通りにお茶を入れている情勢という意味なんですが、まあ、たまには警察みたいなこともしたと思いますが、まあ、基本的にはお茶がかりなんですね。で、実際ドラマ見てみたら、ソニョンがここで働いているんですけれども、実際これは記録にない演出なんですよね。え、監督自体が朝鮮のこういったところを紹介するのを入れるのが好きなので、あくまでこれは演出です。 で、その後、孫業の死の話なんですけれども、ドラマを見てみたら、1番目の文表生者までは産んで、で、その後、2番目の妊娠中に、肝疾患で死亡するように描かれますが、実際記録を見てみると、2番目、娘も出産します。そして、3番目の妊娠中に、原因がわからない病気で疑問死しますよね。 で、その後、ヘギョン軍本氏の地位なんですけれども、ヘギョン軍本氏は遺産の実母なんですね。で、ドラマを見てみると、旧内の女性たちの権力者として描かれていますよね。かなり力が強いように描かれますけれども、実際ヘギョン軍本氏は、旦那である佐藤世者が、 当時、王族から外れてたいたので、あくまで名誉、自分の息子が遺産だったので、名誉として、あの、宮に入ってるだけで、権力はほとんどなかったと言っても同然なぐらいでした。公式の記録によると、実際遺産の性質である兵威王皇とか、で、遺産の公式のお母さんである長春王皇が実際の権力を持っていたんですよね。 なので、そこから見てみると、即室の選抜なんですけれども、ドラマを見ていると、ヘギョン軍本氏が、ウォンビン本氏とハビンユン氏など、遺産の即室を選んでいる場面がありますが、これもあくまでドラマで、実際はジョンスン王子が選びましたね。 で、その後、ウォンビン氏の妊娠の話なんですが、ドラマを見てみると、早々妊娠をして、大騒ぎをしているストーリー、覚えてますかで、実際記録を見てみると、妊娠したことすらないんですよ。実際、ウォンビン氏は子供もいなくて、妊娠もしなかった。理由が、実際13歳なんですよね。ドラマ遺産では、ちょっと30代の女優さんが演技をしていたんですけれども、記録によると13歳。 袖先赤いクッドンでは、ちゃんと13歳の女優さんが演じてますので、これが本当に実際の記録に基づいた設定ですよね。で、ちなみに、この方は即日になってから1年後に病死しますので、子供はいませんでした。で、その後、ハビン・ユン氏の妊娠なんですけれども、ドラマを見てみると、妊娠して娘を産むように描かれますが、実際の記録によりますと、この方こそ創造妊娠で、 大騒ぎさせた張本人ですよね。なので、実際子供もなかったんですよね。娘を産んだというのはドラマの演出です。 でその後、ジョン・スン王公のクーデーターなんですけれども、ドラマを見てみると、クーデーターを起こして失敗するということ、皆さんも覚えてますよね。で公式の記録によりますと、クーデーターを起こしたことはないんです。王と政治的な対立はありましたけれども、やっぱりその派閥が違かったので、ただ史的には悪くない関係だったらしいですよね。良くも悪くもない。とても円満な関係だったらしいです。 で、登場人物の名前変更もちょっと面白いんですけれども、悪役で出ていた、チェ・ソクュ、そして、チャン・テヨンというキャラがいましたが、実際の人物は、シム・ファンジキム・ジョンスがモチーフなんですよね。この,この人たちは超好意官僚だったけれどもえ、じゃあどうしてドラマでは名前を変更しなければならなかったというと、え韓国では、カモンのご先祖様がメディアなどでちょっと悪役で描かれると訴えられたり、 ととても大変なことになこにりますよ。結構しばしばありますのでなのでこのドラマでは実際の人物を持ってくるんですが名前そして名字まで書いたと思いますよねじゃあ登場人物の流れで次はペッテスの話をやってみましょう。 ドラマを見てみると、イーさんの侵入としてデスという人物がいますが、実際記録にはない人物で、えー、公式の記録にいるペクトンスという実際の部人をモチーブにして作ったキャラなんですよね。実際ドラマではこのペクトンスも出てきますので、つまり実際の人物のコピーキャラということで覚えてくださいね。ドラマではとっても重要な人物なんですけれども、実際記録にはなかったんです。 yeah イさんと実際の歴史の違いを紹介してみましたが、全部77話のイさんというドラマ、とても面白いけれども、長いんですよね。なので、もしイさんのリメイク作に興味がある方は、袖先赤いくッドンというドラマをお勧すすめします。17話で、イさんに比べたらだいぶ少ないんですね。ただし、イさんは、イさんという王の中心でストーリーが描かれて、袖先赤いくッドンは、 の中心台が枯れますので土地ちかといったらちょっとロマンスよりにはなりますよねお好みの作品を選んでくださいねじゃあ今日はここまでですドラマ遺産とっても面白いドラマで韓国で遺産という王様のイメージが変わるなどとても影響力の強いドラマなんですよね、えー、長いけれども時間があったらぜひご覧くださいね今日も聞いてくれてしんじゃしんじゃんこまおうよやらぶんあんにょ